ロンドンブーツ一号二号田村敦史のニュースクラブ今週も始まりました田村敦史です一緒に番組を進めていくパートナーは弁護士の島田さくらです文化ボスアナウンサー砂山圭太郎ですこんにちはよろしくお願いしますさあ今週はですねああのま一週間昨日敦史さんの誕生日があったりとかまあ謝罪会見があったりとかまあいろいろあの伺いたいこともあるんですけど今日オープニングになんとゲストがいらっしゃいます10月17日のゲストで 二週間後、十月三十一日には枕をリスナープレゼントしてくださいました。はい、スパスタンフォード式最高の睡眠の著者、西野誠二さんがスタジオにお越しくださいました。はい、こんにちは、今日はよろしくお願いします。ますます前回はアメリカからねリモートでの出演でしたけど、はい、今回は。 生生先生が、はい、日本に帰られてたんですね,えっとね3週間前できちっと2週間、まあ、自宅隔離ですね、はい、でそれで終わって、まあ、それ関西だったんですけど、はい、それで今週から東京へ来て是非、まあ、ともお会いする。 必要のある人ですね今日も含めて、はい、だから対面でまあこういうふうに生で、まあね、出演させていただく機会を得られて非常に嬉しいですうその中の一人にね, <laughs> ね,ねすごいす <laughs> 入れていただいたっていうのはちょうど僕今日今福岡から帰ってきたんですけど、はい、福岡のニューオータニってホテルにと、はいはい、宿泊するときにそのニューオータニの枕もいいんですけどもう一回あの先生の枕をまあ自宅では先生の枕なんですけど、はい、いやもう俺 地方でも同じ枕じゃないと寝れなくなっちゃって、もう置いてるんですよ。福岡用の枕を置いてるんですよ。それとらニューターに全体に入れてもらった方がいいかもしれないですよね。先生めっちゃ儲かりますよ。ニューウーターに全部あの枕になったらね。選べるといいですよね。チョイスできると。三種類あって。はい。それはいいと思います。でも相当相当いいんでしょ めめちゃめちゃゃいいんですよ俺だからあの「グッドラックの」うん、あの出演者にもあのプレゼントしていただいてシらくさんにもプレゼントしたしうもう次の日すぐ言ってましたシらくさんも。はい すごく寝れるんですってあの方辛口じゃないんですかいや辛口なんですけど枕には甘々でしたよ甘々っていうか本当に寝れたんでしょうねそしたら本当によかったんですねはい僕自身もそれは実感してるんでい。嬉しいですでもその枕を作った先生が今目の前にいるわけですからね前回出演の時は最高の睡眠法ということで90分の黄金法則ですね もうあれ以来僕もあの寝始めの90分すごい大事にするようになりましたなるほどもう絶対ここです起きないようにっていうそうね、うん、最初の90分深くドーンと眠れるといいですけどねそうそうで,ね、はい、でそれ僕深くなったかどうかを自分でチェックするために今これ指輪してるんですけど、はいはい、こ,これで睡眠をどのぐらい深く眠れてるかをチェックする指輪までするようになったんですよね,、はい、ですねある程度わかるようになってきたんですね、はい、で最初のまあこういったデバイスは寝てるか起きてるかくらいしかわからなかったんですけど、はい 心拍数の変動を取れるようになったので、うん、それで自律神経の活動がわかるんですね。はい、だから深い睡眠が出れば副交換要因になって、うん、そういうことが心拍変動でわかるので、うん、それとレム睡眠もわかる。わかりますね。はい だからかなり便利になってきてますね。実際どうなんですか、睡眠時間。いや、ね、あのー、睡眠時間がやっぱ少ないとスコア的には悪いんですけど、もう7時間ぐらい確保できると81点、82点というスコアが出るんで。しかもそのディープに眠れてるっていうところがだんだん増えてるんです。はいはい、ここが重要なんですよね、うん大。大事ですね。だから睡眠時間個人差あるので、はい、だからまあいい睡眠が取れれば目覚めが良くてリフレッシュするっていうのも一つのポイントで。うん、だから満足感があればそれで良い。 睡眠が取れていると思います昨日なんてその福岡で番組終わりにちょっとこうなんか打ち合わせとかしてたらまあ1時ぐらいになっちゃったんですよはい、はい、でわわ寝る時間少ないなと思ったんですけどはい、はい、3時間4時間でしたけどやっぱ最初の導入の90分頑張ると寝起きが全然違うっていうはい、はい、スカッて受けれてるんで,、はいはい、で枕もやっぱ効いてるん,よ、ね、んですねそうなると。本当に、はいはい すごい。今からまあ実物ごいも僕初めて見ましたけど、はい、本当まあ空気が通るんですよね。うん、なんかこう,う、ねはい、網々のこの表現で合ってるかわかんないですけど、なんかの寒天作る前の寒天の素みたいな。<laughs> うん、そうね。なんかこうスカスカのというか中本当空気が通るように、うんうん、なんか通気性がいいんですね。網を固めたような形になってるんですけど、なんて説明してるんですか。その実物がない時って先生ってあの形状 <laughs> す、ね、なんて言ってるんですか。だから寒天とかそれから。 なんて言ってんのかなああいうなんか素材ありますね素材というか食べるもので。 私アメリカなんかから忘れてしまって。春雨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 でもああいう形で売ってるやつに近いですね。でも、本当春雨。近いな。固めたような感じですよね。そうですね。俺、あの池の水抜くって番組やってるんですけど、池の水抜くと、なんかいろんな外来種、在来種とかゴミとか出てくるんですけど。その中の、り、あの。釣りの、釣り糸が、ぐわって絡まってるのがあるんですよ。そうです。なんか似てるなと思って、あの枕。そうだから、あの、材質としては、ポリエチレンだから、同じものなんですね。あ、まあ。 釣り糸のその素材をああいうふうに固めて、うん、通気性のいいマットレスか枕を作ったというのがもともとの起こりなので正しもともと、えーまあ、改めてですけど、はいあまあ、空気が通るっていうことでどういうい効果があるんですか、うん、だからその寝ている時体の中の温度が下がるんですね。はいはい、でそれで、えー、頭はどういう動きしてるかっていった頭も体の中の温度と同じで、うんえー、昼間が高くて夜が低いんですね。 熱を作る方と熱を逃がす方なので、うん、え体温が体の中の体温が下がった時には手足から熱が逃げていくんですね、うんはい、だから手足は逆に夜が高くて、えー、昼間が、えー、低い、うん、で、頭はそういうことを考えると寝ている時にはできるだけ通気性の良いもので冷やした方がいいということになるんですね、うん、はい。 ところがまあ,あ,あいろんな枕の中で、えー、頭っていうかここに汗をかいて熱がこもるようなものもあるので,、うん、でそういう枕が,が結構、えー、ポピュラーというか人気があったので、はいえー、それでまあ太陽、まあのせいからすればそれはやっぱりおかしい、うん、できるだけ、まあ、頭の温度を下げるような。 それを助長することはいいんだけど妨げるようなものは、うん、眠りを妨げる可能性もあるということでそういうことで開発に至ったとということですねスタンフォードずっと睡眠を研究してるチームがそ <laughs> そこに行き着いたわけですもん、ね、そうですすねうだ,だから私は、まあ、寝具とかそういうことばっかりじゃなくて実は、うんまあ、人の睡眠障害いろいろあって60以上に分類されてるんですけど、うん、そういった疾患の。 原因あるいはまあ起床ですね、うん、で突き止めて新しい治療法予防法を開発するのが目的なんですけど、うん、そういうためにももちろんこういった体温の整理まあ睡眠に関連して っていうことは大事なので、うん、そういった専門家の人たちもたくさんい,いますし。うん、一緒に共同研究することも多いっていうことですね。今ま、ねうん、で、でも、ね、枕とか、もう感触しか考えてないかった。感触と高さのみじゃない。うん、そう、あと、フィット、だから、ね、ベターとくっついてて、支えてくれてるのがいいのかなと思ってたけど。やっぱ、熱が逃げないと、こうも、その睡眠の質が違うんだってのは。はい、やっぱ、あの枕に出会ってね。<laughs> 気づかされますよ、ね。<laughs> そすね。で、それでね、ええー、通気性のい枕もあったんですけど。 まあ、頭の座りが悪いものが多くて、うん、寝てる間に頭がずれてしまうとかいうことで、まあ、従来の羽毛とかえ綿ですねそういう感触、はい だけどもまあ均一に熱を放散できるっていうのが特徴だと思います。中がスカスカでいうとあの何ですか竹で作ったやつか陶で作ったやつとかあるじゃないですか。あれも言ったら空気は逃げるけど、ね、ちょっと硬いですよね、はい。まあ昔で言った蕎麦柄の枕なんかもつき合いいんですけどでもいろいろアレルギーとかそれから まあその虫が湧いたりという,いうことがあるので、できるだけ新素材を使って、まあそれに勝るものを作りたいというのが一つですね。<ー>はい。であれ丸洗いできますよね。できますね。はい、シャーってシャワーまで流している <laughs>、まあ。まあそうか。うん、中に水もこもらないですもんね。風洞。風洞の水落ちる、はい。それとポリエチレンだからリサイクルもできるんですね。はいはい、だからいらなくなったらいらなくなったら困るんだけどまあ再再利用になったりしたらまた送ってもらったらまた同じような <laughs>、うん、あ製品が作ることは可能ということで。 はい、観測用にも優しいということになります、えー。島田さん、どうですか、その睡眠。は いややっぱり柔らかさとかなんかこう頭がぐっと埋まるような感じしか考えてなかったんで、そう通気実際使ってみていや,いや結構柔らかいのは柔らかいんです。柔らかい、ね、あのえっとね上と下で硬さが違うんです,んですねで。上の方は柔らかい方でい下で支える方が硬い、ね、くて中等度全然真ん中の頭のところが少し柔らかくなってるんですね。うん、だからそこを使ってるうちに少しフィットしてくるので、うん、まあ具合いいですよ。一瞬間使い続けると <laughs> もう自分のなんかこう 頭,ね、頭に馴染んでくる感じですね。でも、こんだけ俺睡眠のことって、今まで言ったこともないでしょ急に言い始めたし。急に。あさまな変化がん。むしろ寝てないぐらいの。 イメージでしたよ。ね。睡眠が取れてないみたいな話し,しかなかった、ね。だから気にしなくなったっていうのはいいことだと思いますね。そうですね、はい。だから睡眠悩まれている方多いので、え、うん、それがまああんまり気にならないということは毎日健康な睡眠を取れてることだと思います,すね。でなんとですね、はい、今日また。 枕のプレゼントが。そうなんです。一般 <laughs> プレゼントしてくれるんだよな。そうなんです。この後ご紹介させていただきますので、はい、西野さん、もう少しお付き合いいただきます。はいはい、では、そろそろ参りましょう。田村淳のニュースクラブ、本日もスタートです。 改めまして、ロンドンブーツ一号二号田村敦淳です。弁護士の島田さくらです。文化放送アナウンサー、砂山敬太郎です。では、本日のメニュー紹介、そのちゃんお願いします。はい、この後一週間のニュースを一気にチェックする。今週の気になるニュース、今日は作家の三田立景さんとお送りしていきます。はい、そして、一時四十分頃からはゲストコーナー。今週のすごい人、今日はアートディレクターの日高由美子さんをお迎えします。うん、テーマは何でも遣い、絵心ゼロでもできる、爆速アウトプット術です。うんうん ゲストの日高さんのワークショップ、まあ、すごい常に人気があるそうなんですね<ー>これまで4000人が受講して絶賛の嵐なんだそうです<ー>日高さん曰く手書きこそ最強のビジネススキルだ、うん、聞いた話を整理しリアルタイムで図解するこのテクニックがあれば会議ブレストプレゼンが劇的に変わる、うん、考える力と伝える力が見違えるようにアップするということなんですね今日はそんな最強のアウトプット術を伺います、はい 2時30分ごろからメールコーナー、淳の部活、今日はアウトプット術を教えていただくので、うん、メールテーマ、その反対です、最近インプットしたこと、あ<ー>最近インプット、なんか、島田さんさんれましたインプットですか、まあ、仕事以外だと、なんだろう、なんか保険とか知りたかったんで、ファイナンシャルプランナーの勉強したぐらいですか、うん、あすごね、<laughs> 保険とか,なんかお金関係、お金関係、詳しくならないとか。 関係はちょっとありますもんねそうですね,ね、まあ、無関係でもないので何かあります僕は昨日石飯コンビニに売ってる石飯とプリンとチョコを混ぜると美味しいっていう なん、どこからのインプット,プット。<laughs> <laughs> これは料理人からです。料理人から。あの簡単に、そのコンビニで買えるもので、美味しい料理を作るっていう。はいはい、その福岡の料理人の人に。それを春巻きであげるんですけど。はいはい、めちゃめちゃうまいの、これ。赤飯と。赤、えー、飯とプリン。リンうん。赤飯と。赤飯とプリンを、も、まあ、プリンって、あの。 温めると溶けちゃうドロドロになってその中に赤飯を入れて,入れてでぐちゃぐちゃなリゾットみたいにしてそれを春巻きの皮で巻いて <laughs>、うん、揚げるとめちゃめちゃうまいの。 全然味が細かい細かい味付けはあるからそれ知りたい人は福岡の「カツシって番組で見ていただけるとちなみに先生何か最近インプットさせたいや今週は忙しくていろんな方とお会いしたんですねだから有名人の人の対談とかもだから学ぶことが多かったですねそれが何らかの形でアウトプットできたらいいと思うんですけど先生はスタンフォードでね睡眠研究してるからもう聞かれることの方が多いですよね最近そうですね教えて おっしゃってください。だから、取材を受けてもまあ、インタビューは最後自分の質問ばっかりになってくるんですね。取材されてるのに。<laughs> なっちゃいますよね。そ,ねそれ聞きたいもんね。さあ、あなたが最近インプットしたことをお待ちしています。はい、そして、2時45分頃から皆さんの身近な悩みに答えるコーナー、今週の悩める人弁護士の島田さんに法律の観点からお答えいただきます。 さあそして10月17日にゲスト出演してくださった西野誠一さんスタンフォード式最高の睡眠の著者でいらっしゃいますがその西野さんが開発された枕ブレインスリープピロー今日もメールファックスお送りくださった方の中から抽選で3名の方にプレゼントします。厚さん購入ししたああののですすけどね、はい、まあちょっと、あのー、やらしい話になりますけど この枕一つ3万3千円まあ <laughs> その価値は俺はあると思うんだよな劇的に変わるわけだからね,ね。リスナーの方にということで西野さんが3つもですがこの前もいただいたのにね、はいはい、10月31日に続いて何日後でも四40日後ぐらいですかね、はい、ざっくり、はいね、また3ついただきましたので。はい えー、ぜひ皆さんからのメール、ファックスお待ちしております。はい、当選者はエンディングで発表いたします。今日わかるんですね。はい、あ今日発表します。はい、<laughs> お願いします。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク j o q r ドットネット。ファックス番号は零三五四零三一一五一。 ツイッターのハッシュタグはカタカナでニュースクラブですあなたからのご意見お待ちしておりますで、西野先生なんですよ。うん、今日このままもうアメリカにお戻りになります、うん、あ、もうこのまま行かれるんですか、はい、空港から夕刻の飛行機で、はい、あこ、はい、の足で、ね、ちょっとアメリカまだ、ね、コロナが大変ですからね 体に税金をでスタンドほどでもクラスターが発生したということで、ちょっと帰ってみないと状況わからないので、ちょっと心配なんですけど、あのお気をつけて、はい、はい、またぜひこのスタジオにお越しになってください。今日はどうもありがとうございました。僕たちこのコロナ落ち着いたらスタンド遊びに行ってもいいですか？スタンドからラジオとかってできるんですか？で、えっとね、許可取るの難しいと思うんですけど、外のなんか庭とかでセッティングできたら。 比較的簡単かもしれないですね。行きたい。よろしくお願いします。はい、<laughs> お願いします。<laughs> またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、ではこの後作家三田哲京さん登場です。東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦氏のニュースクラブ。ここからは今週の気になるニュース。今日は作家の三田哲京さんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。 メリリークススマスいやいやちょっと早いいいでですす、ね、いいススっていう<の>その風貌じゃないですか <laughs> ラジオだけではちょっと分かりづらいですけど、はい、実はこの番組 YouTube もね、はい、最近やっておりまして、ね、放送後に見られるようになってるんですけど、うん、三田寺さんお顔を基本的に出さないように、うん、してらっしゃいますので、うん、はい、です、ね、一応番組としても。うん あの、ね、顔がわからないようにアクリル板に白まんじゅうっていう三田寺さんのキャラクターをつけて顔を隠してるんですけど、はい、さらに三田寺さんがすごいお面を持ってきたんですよねそうなんですよ、ね、ちょっと you の YouTube の <laughs> <laughs> 一瞬ちょっとチラ見せしましたハンヤです声はすごく渋くて優しいんですけど、うん、もう見た目めちゃめちゃ <laughs> 金色の角が生えてます。目つり上がって、めちゃめちゃ怖いです。ちょっと今日は気合い入れてやっていきたいなと。このスタイルでお願いします。この顔でメリークリスマスって言われたら本当受け止めきれない。これ街中でさあすれ違いざまにこの人にメリークリスマスって言われたらちょっと怖いでしょ。その日が最後です。最後ですよね。走って逃げますよ。本当ね。ではお願いします。今週のニュースすなちゃんお願いいたします。一つ目は東京新聞から。 菅総理就任2度目のの会見従来の主張を繰り返す菅総理が昨日夜、就任以来2度目となる記者会見を行いました GoTo トラベルに関しては新たな地域での事業停止まで踏み込まず日本学術会議会員の任命拒否問題については縦割り既得権益、悪しき前例主義を打破したい学術会議も新しい方向に向かった方がいいと考え自ら判断したと改めて持論を展開しました。 安倍前総理が主催した桜を見る会前日の夕食会の費用負担問題で野党が求める安倍氏の国会招致や疑惑の再調査にも消極的な姿勢を示すなど従来の主張を繰り返しました続いては日経新聞から GoTo 東京発着高齢者らに自粛要請政府の観光需要喚起策 GoTo トラベルをめぐり東京都は党幹部らによる会議で 東京発着の旅行について高齢者らに利用の自粛を呼びかける方針を確認しました自粛の呼びかけは重症化リスクの高い65歳以上と糖尿病など基礎疾患がある人のみが対象ですが広い世代に感染が広がる中実効性を疑問視する声もあります3つ目は朝日新聞からオリンピックコロナ対策1000億円規模来年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け 国東京都大会組織委員会が新型コロナウイルスの対策費を1000億円規模と見込んでいることが分かりましたこのほか人件費や会場の維持などにもう2000億円ほど必要で大会延期による追加経費は現状で総額3000億円規模になっていますこれらの不足分は国や都の負担となる見通しです4つ目は産経新聞からウイグル人強制労働防止法案に反対 中国の新疆ウイグル自治区での強制労働を封じるためアメリカ議会が審議中の法案に対しナイキやコカ・コーラなどアメリカの大手企業が反対するロビー活動を展開しているとニューヨーク・タイムズなどが報じ波紋が広がっています人権問題に熱心な名門企業が中国での抑圧阻止に後ろ向きだとしてアメリカ議会の与野党からは落胆の声が上がっています5つ目は BBC ニュースから 秋篠宮様、真子様ご結婚、認める55歳の誕生日を迎えられた秋篠宮様が記者会見で延期されている長女・真子様の結婚について、真子様が公表されたお気持ちを尊重し、結婚を認めると言及されました。一方でご結婚について 反対する人もいますし、賛成する人もいますし、全く関心のない人もいるとして、決して多くの人が納得し、喜んでくれている状況ではないとも話されました6つ目はオリコンニュースから、新語・流行語大賞2020年間大賞3密に決定。 その年話題となった新語・流行語を決定する2 0 2 0 u ー c a n 新語・流行語大賞が1日に発表され年間大賞に三密が選ばれましたトップ10には「愛の不時着」森「かっこ集まれ動物の森アベノマスク」「アマビエ」「オンライン〇〇鬼滅の刃」「GoTo キャンペーン」「三密」「ソロキャンプ」「フワちゃん」が選出されました最後はデイリースポーツから。 のっち春まで禁酒宣言お笑いコンビデンジャラスのノッチさんがブログで春まで禁酒を宣言しましたノッチさんの小学6年の長女が中学受験を控えており娘の受験をどう応援したらいいか考えた結果お父さんも受験合格まで願掛け宣言仕事以外は春まで禁酒一緒に頑張ってみようと思いますと綴っていますちなみにノッチさんの奥さんもノッチの嫁としてブログをやっています 今週の主なニュースをお届けします。気になるな、のっちの嫁。うん、まあね、お父さんとしてはね、なんか一緒に頑張りたいという気持ち。僕の娘二人いるんでね、わかりますね。仕事以外は春まで禁止。うん、まもうちょっと応援の仕方あるんじゃないかなと思いますけどね。うん、さあ、三田立さん気になるニュース、どちらでしょうか。まあ、ちょっといろいろ期待されている声もあると思う。はい、はい。ナイキ。ナイキ。皆さん、あの。 さんかこう心温まる CM が出たわけです、うん、日本に差別があって多様性を尊重しよう、うん、スポーツは差別や偏見の垣根を超える素晴らしいもんだという、うん、もうみんな胸を打たれるあったかい CM があったわけです、うん、でこれにもうみんなそうだそうだと日本の差別を許すなというふうにこう一致団結してたわけですね、うんはい、いや素晴らしいというふうになってたわけです、うん、これにケチつつけるやつとんでもない 差別主義者だというようよな感じでもうみんな盛り上がってたわけです、ねうん、ですその数日後にこちらのニュースウイグル人強制労働防止法案にナイキが反対していたロビー活動していたというね、うん、いこれをねこうナイキの CM に心を打たれて、うん、もうこれに賛成もうこれを認めないやつはおかしいとか言ってた人たち。うん おお疲疲れれ様様でででししたたとということですね声を上げてた人もいるわけですからね,ね、まあ、ちょっとやっぱりナイキグローバル企業に全額ベットするのちょっと早かったかなとちょっと様子見をした人勝ちだなと思いますねまあこのナイキの CM のメッセージそもそも若い人からしたらもう当たり前になってて、うん、でいじめをやめようとか、うん、迫害するのやめようっていうけどそもそもですねもうぶっちゃけた話若い人にとって いじめとかそういう暴力とか迫害って厳選、うん、になってるのはスポーツなんですよ。<ー>でいじめっ子のまあ最大生産拠点どこかっていったらスポーツマンなんで、えー、結局もう分かってるしデータでは逆に言えば「君たち何言ってんの?」みたいな感じのちょっとまあ、うん、逆にこれになんか感化されてる人ってなんか普段あんまり考えてないんじゃないのみたいな感じの冷ややかな受け取られ方があったというのと、うん、まあ 結局なんだろう、まあ、ナイキのそうやってすごい社会的メッセージに共感したとか言いながら、うんまあ、ナイキはそうやって、ね、差別に反対する人のアイコンみたいになってるけれどもそのアイテムを作っている場所ではう,ん、こうイーグルの方の、ね、人権抑圧があったりするというね、うんまあ、心温まる、うん、これどういう,そのこう2つのスタンスがあるわけじゃないですか。うんまあ、要はこれあれあですよ結局受けのいい 社会正義をこう歌ったもん勝ちだけどお金儲け的に都合の悪い社会正義はちょっと言えないみたいな、うん、まあハリウッドも今多様性とか人種的なもうべんなく活躍できるようにしようとか女性を活躍させようとか言ってますけどじゃあ中国政府を思いっきり名指しで批判したリチャード・ギアさんどうなりましたかとかそういう話です、ねまあ、追放されてますよね。 あ、うん、<ー>仕事干されても何年も全然表舞台に出てないです、ね、そうなんですかリチャード・ギアさんまあ結局それと同じでまあ言っていい社会正義と、うん、言っちゃいけない社会正義みたいなのがやっぱり資本主義なんでこう色濃くはっきり分かれちゃっているい言っちゃいけない社会正義言っちゃいけない社会正義めちゃめちゃありそうですねつま,つまりこれですよ、うん、中国にケチをつけるなと、うんうんね、中国をいじめるなとナイキは言ってたわけですねその陰でなるほどね日本の差別許さない 中国の差別を許さん、うん、<laughs> こんな感じで、まあえー、こういう状況だったんで、うん、まあちょっとこれにね普遍的な絶対正義を掲げてこ,う <laughs> <い>これを世直し般若みたいにってますって <laughs>、ね、今日ちょうどね般若の目ですから、まあ、これでこう何普段こう差別反対に異議申し立ててるやつらをぶったたける大チャンスみたいに考えてた皆さん、うんね、本当に残念。 それがもう全然覆っちゃってるわけですからね,そね、うん、今そ,のそういうスタンスの人たちってど,どういうふうなこうただただ発言をやめてるぐらいな、まあ、やめてるかそれとこれとは別みたいな感じにしてるんじゃないですかね、うん、まあ別じゃないんですけど、ね、実際のとこいわゆるそこに工場があるからっていうこと結局そういう 労働力に支えられてきたとということですよね、うん、で調査難しいからちょっと打ち切れますよみたいな話ってまあ内気は前からあったんですけどこの話、うん、まあね、まあ、残念ながらこういう、ね、ロビー活動をしていたっていうことが、うん、まあニューヨーク・タイムズが報じてるんでね、まあ、残念な結果になってしまったと、えー、こっからどうこれってまあ企業としては結構な大打撃じゃないですか どうでしょうねそれはそれはもう無視してそのまま何にもコメントせずみたいなことですか、うん、結局そうやって資本主義って肯定してしまう部分ってあるじゃないですかやっぱり中国っていうのが経済的な依存度が強いと<ー>中国が何かしていてももうそこは多めに見るしかないとかっていうふうになってしまう<ー>なんで内気がすごい心から日本の差別問題に胸を痛めてこういうメッセージ発信したんだっていうわけでは必ずしもないだろうなっていうのが もちろんこういうメッセージねあるというか、うん、差別がいけないとかそういうことは当然なんですよ。うんうん、当然だけれどもそれが内とからのそのなんか権威主義的に、うん、絶対に守らなきゃいけないんだっていうふうに賛同してしまった人。うん まちょっと、まあ、厳しいかなっていう。まあ、今回、ね、アメリカが新しい政権になりますけど、うん、まあ、そこは人権重視だって言われてますけど。うん、まあ、この出てきた問題をどうするかっていうところで。うんうん、本当の姿勢は、まあ、問われるというか。見られますよね。ねまあ、その危機管理担当の人とかも、何かしら手を打たないとってことじゃないですかね。Just do it 言うてる場合かになりますけどね。<笑><笑>パクリましたね。うん、<laughs> キャッチフレーズをね。<laughs> なるほど。 他ににあとは、そうですね、まあ、GoTo 自粛これも3回出させてもらっていて毎回この話してますけれども、はいまあ、じゃあ結局もう1回同じことを言おうかなというんですけどこれ経済と命のトレードオフじゃなくて結局失業率って4月以降ずっと悪化していて、うんでまあ、今、ずっと11月まででコロナの感染関連倒産。 はもう700件以上になっていると、うん、で10月の失業者は215万人うん、うん、なんで前年比だと51万人増で,、うん、で出生率も減ってるんですよ今、うん、子供も減っている今年の5月から7月に、えー、妊娠届けですねが11.4%減ほ<う>つまり2万6331件のマイナス、うん、だからう怒られることはね もで前回も炎上したんで、うん、もう一回言うんですけど、はい、まあ自粛とかステイホームっていうのは確かに効果あるかもしれないんですけど、うん、それは今の現役世代の生活や雇用あるいはもっと言えばこれから生まれるはずだった命とか、うん、これからのそういう人たちの人生を代償にして達成しようとしているっていうことはあの全く痛みのない最善の策だっていうわけではないっていうことは知っておいてほしいかな。うん、何かもう 経済を優先するやつはおかかしいいみたいなとか、うん、また今ね短縮要請とか出てますけどそ,す、ね、それにもやっぱりきちんと代償があるということ、うん、経済を取るか命を取るかじゃなくて、うん、どの命を取るかっていう問題に今もう直面してるんだと、うん、そういうフェーズになってるんだってことを真剣に考えないといけないかなとなるほどねなので GoTo は未だにね、うん、金持ち優遇の政策だと言ってる人はいるかもしれないんですが、うん、まあこれ少しでも地域にね金を落として。うん その地域からの壊死を避けるための苦肉の策だっていうことそういう側面もあるんでまあもちろんリスクはあるとは思いますけどまあそこら辺をどうバランスしていくかっていうところカジ取りは俺もグッドラックでも毎日話すんですけどまあ命と命をどの命を優先するかってまあ答えは出ないしまあこれ言えないじゃないですか地上波で。 命命と命のトレードオフですよ。うん、高齢者の命守りますけれども現役世代の人生を代償、ね、に捧げていますどうしますか、うん、なんて言ったら多分仕事なくなっちゃいますよね。うんああ ここののコメンテータータ方だって、まあ、僕みたいに失うものが何もない人間だからこんなこと言えるんで <laughs> 実際みんな思ってても言えないと思うし <laughs> う<ん>で今ある命を大事にするということの方がこれから生まれる命より重要になるのは当然なんでこれもっと迫られるっってこととですかそのもっと状況を悪化していけばこの議論からは避けて通れなくなる。ですね。今<は>それを判断しなきゃいけないのはやっぱり政治、ねね、の判断ですよね。 社会的な合意形成をどうするのかなるほど5月や8月はまだねリアリティがなかったかもしれないですけど、うん、僕が3回目出現した12月今月、うん、もうそろそろこの話も僕が勝手に言ってるよまいとじゃないっていことを、うん、少しずつは分かってもらえるんじゃないかなとまあここからさらに感染が広がった時ですよね、うん、本当んとにそうね。うん、いやなんか覚悟しなきゃいけないんだろうな。ジ、はいね、ジャッジをね、はいうん さあ、えー、ここで時間いっぱいとなりました。この後は三立寺啓さんのさらに気になるニュースです。東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村厚司のニュースクラブここで三立寺啓さんにさらに気になるニュースを伺います。お願いします。田村厚司おでんで炎上。<laughs> <laughs> してないんですけどね。はい、してないですね。うん、まあ僕もちょっと見てましたけど。はい ツイッターにコメントを出しました「こ、はい、んなんで炎上」とか言われるのおかしいだろうと、うん、いやそうなんですよあのね、まあ「おでんがどうの手抜きがどうの」とかでバッシングの嵐みたいに書かれてましたけど、うん、とにかくねなんか今って SNS の,の怒りの沸点というか着火点が本当におかしくなってると。うんうんうん 思いませんかいやだから今回のおでんで、うんま、おでん、まあ、手抜き料理だなんて俺一言も言ってないんですよ。まあ、おでんはが出てくると「母ちゃん今日忙しいんだな」うん「こうちゃちゃっと作ったんだろうな」って言ったら、うん、それがまあなんか知らない間に「えとか「炎上してないんだけど炎上してるふう、まあ、に作られる」んですみたいな、うんうん、要はそういうことで今って本当になんか。 怒りを発散するための対象を探すために、うん、SNS をこう回遊している人たちが怖いいっぱいいるわけですよね <laughs> その回遊の仕方怖い <laughs> なんかねこうまあコロナで今、ねうん、さっきの話で経済的にも社会的にも先行きが見えなくて、うん、でこうみんなからはこう嬉しいとか楽しいとかね、うん、心地よいみたいなそういうポジティブな感情を持つタイミングがなくなってきてて逆に不安とか怒りとかイライラとか、うん、悲しさとかそういうのがどん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  心の中に蓄積してしてまうととがないとそうなるともうインターネットで遠慮なくそのネガティブな感情をぶつけて発散するだけじゃなくてあわよくばみんなでこう共感し合ってそいつをいじめてなんか正しさまで手に入れちゃおうみたいな遠慮なく石,こう石をこうぶつけても怒られないような対象をもう常に探してるみんな正しさがないかどうか不安だから。 石を投げる行為でみんなで石を投げれば明らかに間違ってる側と正しい側の自分っていうのは規定されるんで安心できるわけですね例えばこの間「の不倫だんだ」で謝罪会見してた人もうボコボコに石投げられてるしあとは小室圭さんみんな石投げてるみんな石投げるみんな横並びで石を投げるから安心できる自分は正しい側であいつは間違ってる側だからって。 そうやって他人との相対的な距離で自分の正しさをこう確保しようとするとやっぱまた不安になるんですよ、ねうん、また次の正しさを保証してくれるような絶対的な悪いやつを探すとそれはだからみんなが石を投げてるようなところに行って自分も石を投げることでこう共感し合って、うん、共感し合って正しさも保証し合うんです、ねうんうん、お互い正しいよな分かってるよなっていうふうに約束し合うみたいなそんな感じ、うんうん、まあ この間ねリアリティショーでいろいろあって SNS が問題だとか言ってた、うん、先にこれですからね、うん、まあ本当にいや異常だと思いますよ今これはだんだんとその異常性っていうのは増してってる増してってると思いませんか今うんもう確かにこのおでんぐらいで、うん、いや中にはいるんですよなんかおでんのことぐらいでなんかやいやい言わなくてもいいのにっていう人もいるしいやもう徹底的に俺のおでん論を <laughs> だだって簡単に作れるおでんもあればもう手をかけようと思ったらいくらでも料理って手かけられるじゃないですか、うん、俺のまあ一つのこう主観で述べたことがこんなに <laughs> まあ炎上してないのに炎上したふうに <laughs> 持っていかれてで、うん、だから石投げやすい対象ではあると思うんですよね。まあそうですよねあいつ石投げてもなんかちょっと生意気に 返してくるからなちょっと強めの石投げてやれぐらいのキャラじゃないですかそうですすかそうね、ん、石投げてもう反撃のリスクがない人を今本当に探してるんで、うん、今やらかした人にはなりたくないですよねほんかもう窮屈ななな世の中に少しずつなってるなと思います、ね、それはまあコロナでその自分の生活っていうことが満たされない、ね、っていうこともあってどんどんその。不足、ね、してると思いますね実際それは。 これはじゃあもう収まらないですよね。世の中がこうハッピーにならないとダメなんですけど、ま、今ってもうハッピーになる機会も資源も取り合ってるわけですね。うん、少ない、うんうん。だから自分の中に残ったネガティブな感情をどう処理するかみたいなのをみんなもう考えてるわけですね。どうですか島田さんこれあのこの先の見通しとしてこの国のね景気とか考えても、うん、まあ。 まあコロナのことに関しても景気に関してもまあいい見通しなんてなんかね、うん、見えてこないじゃないですかそうですね、うん、なんか。 株価だけががふふふふわ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 上っっていっていなんかそれもそれで怖いし、うん、でも外にもなかなか出れないしよし、うん、ネット回遊して <laughs> <laughs> 楽しいものを見ていいねはいいんですけど、うん、なむかムカつくなこれって自分でわざわざ拾いに行って、うんうん、むかつくものを自分で積極的にに探し行それでむかついていますって表明するとみんな共感してくれが気持ちよくなる<ー> そこにの、ね、こんな不倫をするやつは許せないっていうとそうだそうだって声が聞こえると、うん、自分の怒りはこうポジティブな感情に気持ちよさに変わるんですよ、うん、するともうやめらんなくなるんですよ怒るのが。なるほど。それ気持ちよくなった人がまあどん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 今増えてきちゃってるっていうそうですかね。ここで今こうやってラジオでこういう発信をしててもそういう人って あ、俺のこと言われてるって、多分思わないですよ。ナイキの件を思ったんじゃないですかね <laughs> <ーん>。<laughs> ナイキの件はね。うん、まあ、あんまり言いすぎるとね。ここにはね、もう。<laughs> 弁護士事務所から来ていただいてる先生もいるんでね、うん、まあほどほどにしとかないとある一突然、ね、<laughs> 全然大丈夫でしょう。ある日突然こうね自宅にポッペラッとこう開示請求とかね、<laughs> あの訴状が届いてもう顔面そでブルブルブルってなることになるんでみんなね <laughs> SNS はほどほどにね楽しく運用した方がいいですよ、うん。なるほどね。まあでもこの先ちょっとまあ個人特定することがいいかどうかわかんないですけど、うん、まあ何かしらの手段を こう報じないとこのままネットの悪い部分だけがバーッとはは走り出しちゃっていい部分もあるわけじゃないですか。だって使い勝手いいとこもあるけどでもわこのままだと悪いことの方が多そうだなってなっちゃってみんなで歯止めかけないといけないですねどっかで。でも俺じゃないしって思ってんだろうな。まあそうですね なんかさすがの三田寺ワールドですね。<laughs> <laughs> もう現実を超突きつけられるっていう、うん。久しぶりなんでちょっとはしゃいでしまいます <laughs>。もう本当なアツアクリル板越しに厚木さんの顔と超、うん、ハンヤの顔がちょっとか重なっている。俺のメガネのレンズにハンヤ映ってるわね。映ってるんですよ。<laughs> 田村厚木のニュースクラブ東京浜松町文化放送のスタジオから三田寺 K さんと一緒にお送りしております。お時間となりました。はい。三田、えー、さん何かお知らせございましたら。いや特にないんですけど。はい。まあ。 今年1年ねちょくちょく読んでいただいて、はい、本当にいろいろな意味で勉強になって<や>本当に感謝ですこっちがね勉強させてもらってますからなんか卒業するみたいな感じ,じなで <laughs> 自分で喋っててやべえ <laughs> 来年からも読んでもらえる毎回自分でこの空気出してますけどね かんないですよその三田寺さんのことを積極的に地上波の大きいメディアが取り上げるっていうのが分かんないですけどねまあもちろんそれは多分ないですね。うんうん、僕がもし地上波で行ってこの調子で喋ったら CM 明けにはなんかかわいいテリーベアに変身している可能性が高いと <laughs> ーーど一回 <laughs> <laughs>、はい、えこういう、えー、っとツイッター届いておりますガッコさん。 なんでこんな皮肉な言い回しをするんだろう, <laughs> う性格が悪いって、ね、<laughs> それにつきますねジュンタロス炎上させてるのもネットニュースとかいう集団でしょ そうですねネットニュースが逆に炎上の拠点みたいになってることもあるんですようねそうそう全然炎上してないのがやっぱクリック数稼ぎたいから炎上炎上って煽ってねクリック数を稼いで結局あそこにお金いきますから森田さんお金かけずに発散する手段を持たない貧乏人はネットで発散するぐらいしか手がないのよ。めっちゃ辛辣ですね厳しいというね意見が届いておりました。 三田寺さん、またぜひ来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。このね、般若のお面ちょっと慣れないと本当に震え上がっちゃう震え上がっただでさえ言ってること辛辣だから。ちょっとさっきあの写真撮ったんですけど、アクリル板越しに厚司さんとこう犯人の顔が並んでるすごい心霊写真みたいなね。それどこで見れるの？番組のツイッターの方にあげますぜひ見てください。ということで三田寺啓さんありがとうございました。はい、よいお年を皆さん。よいお年。